はいどうも、黒三つ葉です。ということで、本日はね、シャナの方の、運算攻略ですね。平成難易度は極力下げて、今回はパーティーを組みました。ということで、まずね、ステージギミック行って、今回のパーティーの紹介して、他に使えるキャラとか運枠とか、紹介できたらなと思っております。ということで、まず、今回、どういうギミックがあるかっていうと、まずね、もう画面に出てるんですけど、レザバリ。ですね。属性レザバリ、ね。これ水属性のレーザー以外通してくれないレザバリです。今回の場合はね。優位属性。そのレザバリの優位属性のレーザーしか通してくれない、レザバリなので、今回だったら水属性のレーザーしか入らないです。ダメージが。はい。ということで、まああとね、ちょっとね、申し訳ないことにコラボキャラがね、多くなっちゃったんですけど、まあそこはまた後で説明します。で、あとはね、分割ダメよ。が出てきて、あとハートなしですね。これ結構、クエスト入るときに書いてあるんですけど、ハートなしです。で、プラスアルファはね、ハートなしなんで、ヒーリングパネルが置いてあります。ということで、パーティーの紹介なんですけど、さっき言った通りね、今回、属性レザバリっていう、まあ、予付以外であんま見たことないかなっていう、まあ結構珍しいギミックが出てきたんですけど、そうだね。そのために、まあ、結構ね、使われてるキャラとして、ラファエルと、スタノが結構使われてるかなと思います。で、今回はね、ラファエルの方を採用しました。っていうのも、やっぱり、その、運枠さんってなると、HP がどうしてもちょっと下がり気味になっちゃうので、そこでね、回復を持ってるラファエルを入れることで、ちょっと、なんだろうな、HP の底上げじゃないけど、HP 管理がね、できるようにしました。はい。で、あとはね、そうだな。次がね、翼。ね、翼で合ってるよね。はい、先頭にいるのが翼なんですけど、こいつがね、まあ、エナジードレインはね、まあ、そんなに対してハードなしだからどうこういうほどのものではないんですけど、まあ、友情がね、プラズマで非常に使いやすいんですよね。まあ、今回ね、ちょっとパンドラが使えないっていうのもあって、運算もですらね、なかなかちょっと、きついっていうのがあるんですけど、またパンドラが使えないっていうのはあってでしょうか。はい。で、まあプラズマでダメージね、友情で稼いでくれるっていうことで、翼さんを入れました。で、次ですね、ドラえもん、水ドラえもんですね。今回今年の春に配られたドラえもんかなです。まあ爆発枠ですね。今回やっぱりそのレーザーキャラが1体しかいないっていうか、まあその共有場が1体しかいないので、まあ、もちろん、プラズマ強いけどね。ガチャゲンのすごい、なんだろうな、遊撃が乗ったっていうか、威力が出せる友情が1体しかいないので、そのためにね、爆発入れてます。まあ、あとね、プラズマを引っ張れる貫通っていうことで、こいつを採用してます。あと、SS が結構意外と強いんで、はい、そこも含めて入れてます。で、3体目ですね。これ、怪異の進化かなになります。まあ、ステージも結構回りやすいし、まあ貫通の運枠で、プラズマ引っ張れる貫通の運枠で、あと何だったかな。ベテオがね、一応ラストの処理に結構役立つので、はい、今回は入れました。まあ、そんなとこですかね、今回のキャラに関しては。うん。あ、言うことあるかな？まあ、ないかな。うん。はい、ということで、まあ他に使えるキャラなんですけど、あ、てかコラボキャラが増えちゃった理由は、結構そういうなんかダメ用の水ってなっちゃうと、結構超絶爆絶のキャラが多くて、水のダメ、そうだね、超絶爆絶のキャラが多くなっちゃって、結構ね、使えるキャラの範囲が結構狭かったんですよね。例えば究極だったらルイ13世とかも結構使ってみてよかったです。使ってみた感触としてはかなり良かったです。まあ、超絶爆絶さっき多いって言ったんですけど、例えばまあ、宝来とか、竹ゼロとか、山竹とか、あそこら辺ですね、がまあ、マジで鬼強いんで、まあ、ちょっとそれをほっとくと、こいつらになっちゃうのかな、と思いました。はい。で、あと使えるキャラ、今言ったキャラと、プラス、そうだな、ギャラクシーサーペントも結構良かったかな。あいつは結構クロスレーザーで、反射クロスレーザーかな。結構ダメージ与えてくれたんで、全体的に。あいつも良かったっすね。あいつ激究極かな。はい。で、あとはそうだな。まあでもね、なんかね、ツイッター見てると、意外とパンドラで、ゴリ押し募集してる人はいた。FF 内に。一応、
フォローしてる人の中にはいた。はい。まあでも、そのね、やっぱパンドラ今回潰しに来たって言ったんですけど、ボスがね、アジンキラー持ってるんですよね。で、アジンキラー持ってるってことは、パンドラと、あいつ同時に潰されるんですよ。ダルタ。ダルタがね、同時に潰されちゃうので、かなりね、キャラの幅がどんどん狭まっていくんですよ、ね。で、結局、まあ、アジン積んじゃうと、ボスから2倍の攻撃ダメージ食らっちゃうんで、さすがにちょっとあんま入れたくないかな、とは思う。まあ、特に今回のステージは、そのボスからね、初手に結構でかい白爆発が飛んでくるんで、それも含めてちょっと入れたくないかな、と思いました。はい。まあ、そんなとこかな。スタノーとラファエルとだ、信長。ここら辺がガチャゲンではむちゃくちゃ強いです。まあ、信長はカウンターキラー持ってるし、次元山がね、本当に、ザコにもボスにもダメージ与えてくれるので、かなり良かったですね。これ、撃たないぞっか。安定狙うなら撃たない方がいい。初手は基本的にボス殴らずに、こうやってザコでも殴っといた方が、安全は一応安全です。ボスがね、初ターンに白爆発やってくるので、これが結構ダメージ痛いんですよ。今1対6000かな。6000出てたと思うんですけど、結構ね痛いんですよね。これ地獄か。なんかさっきで、ね、爆発みたいなエフェクト出たから爆発かなって。やっぱ地獄かです。爆発はドラえもんか。すいません。で、まあそうかな。そんな感じっすかね。だから所定はあんまり殴らない方がいいです。あれがね確か9000まで上がるんだよね、残り状態になると。最大の残り状態になると9000まで上がっちゃって。6000だと2万4000で済むとこが3万6000まで上がっちゃうんで、結構ね、しんどくなります、ダメージ的には。なので、まあ、ショタワーはなるべく攻撃しない方が安定周回はできるかなと思います。もちろんスピードが出したい方は全然そんな無視してもらってもいいんですけど。はい。でやっぱハートの下からね、アイテムが湧きやすいですね。ハートの分のアイテムが他にもあるので。なんで、剣とか、あと SS ターン短縮。砂時計とかあそこら辺が結構湧きやすいので、まあ結構攻略はしやすいんじゃないかなと思います。パンドラとかね、そこら辺一定のキャラがちょっと潰されたよっていうだけで、はい、そんなにまあ難しくはないかなと思います。ということで、今回はね一応まあ運算編成でパーティーを組んでみました。はい、ドロよしということで、まあ一応運算編成で組んでみて、まあプラスね、まあ、ラファエルとかに S ランクつけてあげれば、S ランクと遊撃とかね、つけてあげれば、結構ね、メダルも普通にもらえるんじゃないかなと思います。今、1000枚になってるんですけど、まあ、4人でマルチして、プラス S ランクがちゃんと取れれば、3000で1個ね、ストーンもらえるんで、メダルもまあ、ちょっともらいながら周回できるんじゃないかなと思います。ということで、今回はご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンの方でぜひぜひよろしくお願いします。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバーイ。